ション。いやー、今日はどんなスターが生まれるのか楽しみやすさ。次の方、どうぞ。アイドルオーディションだよね。あんまプロデューサーの後ろ来ないよ。こんにちは。はい、体育水曜中華ナビラ、イエイエイの中学2年生、みんなの心にいいやさあさあ、好きな飲み物、コーレーグース、コーレーグース、いきなみ、辛い辛い、お水飲もうと思ったらこれ、泡盛でした。寿司かぶんな。やばいやつ来たー。インパクト強さよや。毛濃ゆすぎだろ、お前。大丈夫？進めてください。あ、いい？じゃあオーディション始めていきます。ユタサルです。まず自己紹介お願いします。エントリーナンバー8698番、東女パーカーベニューヤミコ。名前よや。東女パーカーベニューエミコ。ヤミコ。ヤミコ。なんかミドルネーム入ってますけど、ハーフですか？父ちゃんがスイスンチュで、母ちゃんがブルガリアンチュです。奇跡の顔。すごい。スイスとブルガリアからこんな港ガージみたいなやつが生まれるんだ。県立博物館にスカウトされたことがあるんですよ。あそこスカウトすんの？すごいね。じゃあちょっといくつか質問していい？インやめて。インやめてだから。あのアイドルになったきっかけって何ですか？ドゥークルカンギーレやなアメリカや。ね、口悪い。答え普通に。アイドルになろうと思ったきっかけ教えてください。きっかけですか？はい。え？わたるしごはんのたもつーがよ、ちぬ同級生むえひんぎてて、生カンボジアでさ、扇風機のボタンちくやーそーんり、弱のボタンちくやーそーんり、弱ボタンちくやーはさ、京都中に比べて時給が50円低いって。これが私がアイドルになろうと思ったきっかけだお。話しようよ。何の話してるの？全然やから。アイドルやったらどんなことしたいですか？ドゥークルカンディーレ、ヤナワイナンバーヤ。いや、それやめねえだから、お前。お前、プロデューサーだよ。え？プロデューサー、面接官。面接官。クワンじゃない。面接官。クワン。カン。クワン。カン。オーミンクワン。ふざけてんだろ、お前。ふざけんな。アイドルになったらどんなことしたいですかって。緊張してて、なんで答えていいかわからないんですよ。今、あなたが思ってること言ったらいいさ。ああ。浜屋そばにもっと駐車場を作りたいです。はいはい。だってみんな自分の車心配しながらスリル味わいながらソーキそば食べてるんですよ。今する話じゃないですね。やさや。じゃあちょっと歌のチェック行こう。歌のチェック。ちょっと歌声聞くわ。お願いします。はい、今回の課題曲わかりますか？ネーネーズで金城砂漠い。違います。課題曲はキャンディーズで年下の男の子です。番内練習って決まった。はい、行きましょう。課題曲どうぞ。振り付けはちゃんとしてるね。あ、かわいい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 。今かわいいよ。ねえ、なち島酒茶飲み、朝起きすぐちぶる闇、あいつはあいつは決めた、飲む前にへばりぜ。止めてー。わしたうちな止まれ。どちらわらわのぐちぶるに。ぼーちのやぼ、や、わからんけど。ウラブトーがアメリカじゃ。やだ、何言ってるわ。勝手に帰んな。面接官。何？合格やいびんな。不合格。不合格。当たり前し。タップラキャサリーさや。やな、ジャーマンケーキ上宮じゃ。もう誰がジャーマンケーキ上宮、お前。ジミー上宮よ。ジミー上宮、やったも食うだろ。もういいよ、や。帰れもう。アメリカよ。米軍基地使ってないとこたくさんあるから、そこだけでも返せ。こいつやばいな、ほんとに。もう帰ろ、お前。もういいよ、地元のアイドルグループ入ります。なんで地元のアイドルって。 KFK48。 なんでこの KFK って。北中城夫人、来い。いや、室おばさんやし。